はい、タイヤをですね、仕入れました。でこれ、うちの原価がですね、前後で3万8000円、です。ですので、そこにうちの利益はまず乗っていないので、もしこれをね、交換するとなると、利益を乗せなきゃいけない。さらにね、交換するなら交換工賃をいただかなきゃいけない。ということになります。で販売車両なので、基本的にね、原価が、以上、乗せればとりあえずね、なんとかなるわけですが、実際問題ですね、これを、まあ、4万円ぐらいを乗せたのでは話にならないということでございます。まあ、商売をするとなるとですね、やっぱりね、5万円以上は欲しいところですね、交換して。はい。で結局タイヤを交換するとそれぐらいのお金はかかってしまうと。ですので結局、車体が安いと思って購入しても実際ですね、タイヤの溝がない、もしくは古い、ひび割れている、そういう状態で買ってしまうと後から、数万円、まあ、このクラスのオートバイだと5万から6万、まあ、タイヤの値段にもよるので、これはまだ安い方の、タイヤですから、もっと高いタイヤいっぱいありますので、そうなってくると本当に6万だ7万だということに、なってしまいます。はい。ですので、そのあたりをね、考えて車体を購入された方がいいのかなと、もしくはタイヤはどうなのかと、交換してくれるのかと、じゃあ実費でやりますとかですね、プラスいくらですっていうのが車体の中にそれはもう含まれていますね。それだけでもかなりの差が出てきますので、購入されるときはですね、そのあたりのことを考えてですね、された方がいいと。で、売る側としてはですね、やっぱりね、そういうもういいタイヤがついている、新しくて減っていない、そういうタイヤのついているものをやっぱりね、買ってくる、仕入れるっていう風にした方が、コストもね、最終的には安くつくと、思う次第でございます。溝があってもですね、さすがに8年前10年前っていうタイヤはね、使い物になりませんので、まあ、そのあたりをね、考えて仕入れていただければなと思う次第です。